300個のキャンドルがエコを呼びかけました。西区の遠藤寺本町商店街では毎年夏至の日に合わせてキャンドルナイトと題し、商店街の照明を消してキャンドルの明かりだけで音楽イベントを行っています。夏至と冬至の時に電気の明かりを消してスローな夜をっていうことで、もともと始まりは明光大の学生さんが商店街にギャラリーを作られた時に始まったイベントなんですけれど、去年ギャラリーがこう閉鎖っていうことになったので、そのまま引き続いて青年部がキャンドルナイトをもっと広めていこうっていうことでやっております。午後6時半からイベントはスタート。日が落ちるにつれ300個のキャンドルが幻想的な明かりで会場を引き立てます。今年のイベントではジャズとアイリッシュハープが演奏されました。訪れた人たちは幻想的なキャンドルの明かりと心地よいジャズの音色に酔いしれ、スローな夜を楽しんでいました。キャンドルが好きなんで、すごい綺麗でいいと思います。なんかすごい夏っぽくて涼しくていいと思います。商店街とかね、人たちが協力してやろうっていうのはやっぱり活気もね、できてくるし、すごく素敵だなと思います。300個のキャンドルがエコを呼びかけました。西区の遠藤寺本町商店街では毎年夏至の日に合わせてキャンドルナイトと題し、商店街の照明を消してキャンドルの明かりだけで音楽イベントを行っています。夏至と冬至の時に電気の明かりを消してスローな夜をっていうことで、もともと始まりは明光大の学生さんが商店街にギャラリーを作られた時に始まったイベントなんですけれど、去年ギャラリーがこう閉鎖っていうことになったので、そのまま引き続いて青年部がキャンドルナイトをもっと広めていこうっていうことでやっております。午後6時半からイベントはスタート。日が落ちるにつれ300個のキャンドルが幻想的な明かりで会場を引き立てます。今年のイベントではジャズとアイリッシュハープが演奏されました。訪れた人たちは幻想的なキャンドルの明かりと心地よいジャズの音色に酔いしれ、スローな夜を楽しんでいました。キャンドルが好きなんで、すごい綺麗でいいと思います。なんかすごい夏っぽくて涼しくていいと思います。商店街とかね、人たちが協力してやろうっていうのはやっぱり活気もね、できてくるし、すごく素敵だなと思います、ね。